まずお名前を教えていただけますか。長谷川慎介と言います。はい、お勤め先を教えていただけますか。日立製作所です。WebX に、参加された理由を教えていただけますか。はい、ビジネスでブロックチェーンを使用しているんですが、これから Web3 が今日盛り上がっていく中で DID とか SSI といった今日分野にも興味があり学んでみたいと思って参加しました。はい、ハイパーレッジャーにどのように関わっているか教えていただけますか。ハイパーレッジャーファブリックをビジネスで使っていて、ブロックチェーンプラットフォームサービスとして開発提供しています。これからはハイパーレッジャーアリエスなど DID とか SSI に関わるようなプロダクトにも興味を持っていますので、学んで携わっていけたらいいなと考えています。はい、ありがとうございます。